こんにちは、時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は再利用をしてですね、工具を作ります。まあ、そのことについてちょっとご説明したいと思います。再利用ということはですね、時計の駒、鎖の駒を外すこういう工具、こういうピン抜きって言うんですけどね、これもね、やっぱり曲がったり折れたりすることあるんで、常時この予備作っとかないと、これ入れ替えるんですよね。その場合何を使うかというとですね、実はあのワイパー、車のワイパーの間にこういうちょっと弾力のあるこういうスチールが入ってるんですよ。これをですね、このように削って、これ今 ほぼ出来上がったんですけど、もともと削ってこういうふうになりました。これやっぱり、ね、弾力があっていいんですよね。で、簡単にこう曲がったり、まあ、曲がることはあるんですけど、かなり丈夫なんですよ。まあ、ただ何回か使ってるうち曲がったり折れたりすることもあるんで、そういう場合はまたこれを何本かこういうの作っといてですね、そしてまたこれがこうちょっと短くなったらまた入れ替えてっていう、あと太さもね、この、まあ、こういうコマ外しの時、これはこういう金槌だと叩いてですね、これで、まあ、そういう時に使う工具を、まあ、これを一応再利用してですね、まあ、たくさんありますん で、そういう使い方しておりますので、どうかですね、こういう、まあ、あれですね、無駄にしないでですね、こういう工具も作りますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。